固定資産税とは固定資産の所有者に課税される地方税である。課税対象は土地、家屋、有形消却資産である。ただし、消却資産に対する固定資産税は消却資産税と言われることが多く、消却資産税とは消却資産に対する固定資産税である。あるいは消却資産税は固定資産税の一部であるといった説明がよくなされる。 このうち土地と家屋については登記母等で実態を課税団体である市町村が把握可能であるのに対し、焼却資産については登記等により把握することができない。このため申告により、焼却資産を把握し、課税をする方式をとっている。自己所有ではない建物内に行った増作については、地方税法第343条第9項の 規定を適用することを条例で規定している団体に、限り焼却資産として、申告をする必要がある。なお、建物が著しく損壊、損傷していると固定資産としてみなされず、非課税になる場合がある。詳しくは口述。国や都道府県が所有する資産については、固定資産税は課税されず、課税団体に対して、国有資産等所在市町村交付金が支払われる。 近年、固定資産税の過護課税が膨大な件数に上っていることに関する報道が増加し、産業界を中心に固定資産税の過護課税分のカ付実務が激増している。課税主体は、その固定資産の所在する市町村である。また、東京23区内では、区ではなくとが課税している。納税義務者は、不可記述に資産を所有するもの、具体的には、 固定資産課税台帳に所有者として登録されているものである。登記の有無は関係ない。ただし、七県、または百年より長い存続期間の定めのある地上権目的の土地については、七県者、または地上権者が納税義務者となる。固定資産の所有者の所在が、震災、風水害、火災その他の自由によって不明である場合には、 その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、そのものに固定資産税を課することができる。納税義務者や、その同意を受けた者、土地家屋の賃借権者等は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書を請求することができる。付加期日は、毎年1月1日である。年の途中で売買等があって所有者が変わったとしても、1月1日、 現在の所有者として登録されているものが、その年度の税を納付する。一般的に公共のように供する資産などのような、所定の要件を満たす資産は、非課税となる。また、日本国内に存在しない、資産等については課税されない。納税については、市町村から送付される納税通知書によって納める。市町村は遅くとも、納期限の10日前までに納税通知書を、 納税義務者に送付しなければならない。納期は原則として4月、7月、12月、2月中において市町村の条例で定めるが、特別の事情があるときは異なる納期を定めることができる。税額は課税標準に税率を乗じることにより算出する。税率は都道府県及び各市町村が設定することが可能で、標準税率は1.4%である。 以前は2.1%までという限度税率の取り決めもあったが、現在は廃止されている。対外の自治体は、標準税率で算出している。市町村の条例で特に定める場合を除いて、課税標準が、土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満の場合は、非課税となる。総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに、 評価の実施の方法及び手続きを定めた固定資産評価基準を告示しなければならず市町村長はこの固定資産評価基準によって課税標準となる固定資産課税台帳に登録される価格を決定しなければならない価格に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができる価格以外の登録事項について不服がある場合は 市町村長へ不服申し立てを行う。なお通常、告示は3年ごとに行われる。つまり、基準年度の価格が原則として3年間据え置かれる。この評価基準により決定された評価額より課税標準額を求める。ただし、政策目的による課税標準額の特例が存在する。土地及び家屋が賃貸という権利関係になっている場合、 その権利状態によって固定資産税評価額がある、程度調整されることがある。土地の評価は適正な時価であり、当初は評価額による課税が行われていた。しかし、戦後の経済成長で地価が高騰し、評価額は時価から離れていることが問題となり、全国的な調査を基礎として、1964年から土地の評価を大幅に引き上げることとなった。 このままでは土地の内宅地の固定資産税金が6倍から7倍くらいになるので前年度の課税標準額と本年度の評価額を比較し評価額が上回る場合はその格差に基づく負担水準を算出しそれを前年課税標準額に上ずる方式が登場したこの方式はその後も継続され1970年代には 住宅用地の課税標準を低くする措置が追加された。さらに、バブル景気による地価の高騰の後、1994年度の評価基準の告示において、評価額の水準も地価工事価格の7割程度とすることとなったこと。それまでは、地価工事価格の3割程度であったので増税となるため、負担調整措置が見直され、 住宅用地への課税標準特例も強化されている。なお、この7割という水準は、地価が安定していた昭和50年代における固定資産税評価額の地価工事価格に対する割合だと説明されている。以上の経過により、土地の課税標準額を算定するには、1964年分から当該年度までの前年分課税標準額の計算をしなければならず、 税額の計算を複雑なものにしている。通常、評価額が課税標準額となる。資産ごとに対応年数と取得価格から評価額を算出し、現行ではそれがそのまま決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り、決定価格が課税標準額となる。固定資産税の評価方法には、主に路線化方式が採用される。 路線価とは、街路に沿い接する標準宅地の単一席あたりの適正な時間に基づいて付設された価格である。路線価には、固定資産税における路線価と相続税における路線価の二つがあり、固定資産税路線価については各市町村が算定し、相続税路線価については各国税局がそれぞれ算定している。ちなみに、公的土地評価について、 相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨等を踏まえ、相続税においては1992年度から地下工事価格の8割を目途に、固定資産税においては1994年度の評価外から地下工事価格の7割を目途に、それぞれ評価を行っている。主要長い路の路線化は、 標準宅地前の路線であるため鑑定価格等により求めるが、その他の街路の路線化は、主要な街路と価格形成要因を比べることにより求める。価格形成要因は、道路福員や舗装などの道路要件もより駅からの距離や大型店舗距離などの交通、接近条件下水道やガスの供給などの環境条件都市計画用途やぺい率、 業績率などの行政的条件がある。つまり、これらの要因は、各地計算時に補正を行う前に、すでに路線価に反映されていることになる。固定資産税の評価は、再建築価格という理論上の建築価格を算出することで行われる。具体的には、 家屋の構成部分ごとに評価基準に記載される材質ごとの単価表で単価と数量を計算しその総計を家屋の単価とする。材質については現地調査及び建築図面に基づいて判定される。この再建築科学に1年分の経年減価率等を乗じて評価額とする。その後評価基準が告示されるたびに前年度評価額と理論評価額に 対応年数に応じた経年減価率を乗じた額のどちらか低い方の額を新たな評価額とする。これは資材価格の上昇等により理論評価額が全年度評価額より高くなってしまうことが考えられるが、家屋は年々老朽化しているのに価格が上昇するのというのが社会通年的に不合理であると思われるため、少なくとも 評価額が上昇するということが起こらないようにしたものである。毎年行われる申告により、資産台帳を作成し、それに基づき評価額を算定する。東京23区内を除いて、毎年1月31日までに市町村長に申告することになっているが、都道府県をまたいで所在する資産については、総務大臣に申告し、市町村をまたいで所在する資産については、 都道府県知事に申告することになっている。課税庁は取得価格を基礎として、評価額は一品ごとに算出する。固定資産税における、焼却資産の減価焼却の方法は、原則として定律法であるが、一定の条件により取り替え法も認められている。なお、一人の納税義務者が所有する資産が、各市町村ごとに定められた、課税定額を超えている場合、 都道府県が大規模の焼却資産として固定資産税を課税する。2019年3月10日現在の特例は次の通り。建物が損傷、損壊していると非課税になる場合があると述べたが、有名な事例では、北海道の総運橋にあった漢光の宿である。本施設は2006年に閉鎖され、民間の別業者に売却されたが、莫大な固定資産税がかかることが判明し、 建物所有者が固定資産税制度の抜け穴を利用し建物を重機で故意に損傷させたという事例が存在する。この事例はたびたびメディアで紹介されている。建物は2016年に解体された。跡地は現在さら地のままである。固定資産税の過護は土地よりも建物が最大の問題であり、報道されている事例等は産業界の事例が中心である。 2012年8月、総務省は、固定資産税及び都市計画税にかかる税額、修正の状況調査結果を公表した。これは、固定資産税を課税する1720の自治体の、うち、回答を拒否した東京23区と、被災地であるため調査対象外とされた岩手県、宮城県及び福島県内の市町村を除く1592、 市町村の2009年度、2010年度及び2011年度における土地、家屋にかかる固定資産税及び都市計画税について各市町村が課税誤り等により税額を修正した件数を調査したもので税額修正を行った団体は1544市町村とほぼ全ての市町村で固定資産税の課税加護が生じていることが監督官庁である 総務省によって明らかにされた。この総務省の調査をフォローした日本経済新聞の記事固定資産税徴収ミス続発は総務省の調査では2009から2011年度の3年間で固定資産税の取りすぎが発覚して減額修正されたのは全国で25万件以上あった。と報じた。ただし、この総務省の調査には 焼却資産に対する固定資産税の加護は含まれておらず、また最大の課税値である東京二十三区が含まれていないので実態はさらにひどいものと考えられる。ついで、日本経済新聞は二千十六年三月二十九日の記事、かばらい税金企業が楽観固定資産税五年で上場リート十五社自治体のミス相次ぐでリートのほか、パナソニック、エーザイ、 京阪電鉄など産業界の至るところで固定資産税の過護による過剰徴収の返還を求める企業が増えていると報じた。さらに日本経済新聞は2019年12月2日の記事固定資産税過払い頻発で東京23区と政令指定都市だけでも2018年度において固定資産税の過払いの払い戻しが少なくとも14万件。 合計70億円以上に上るとの調査結果を公表した。この記事では、一級建築士事務所の建物鑑定が、成功報酬方式で固定資産税の払い戻し実務を提供していることや、建物鑑定以外にも固定資産税の完付請求を指南するコンサルティング会社がいくつもあると報じている。ただし、過誤課税の根本的な原因である。 複雑な課税制度を見直すことは困難であるとの当局の見解も紹介している。この間、週刊エコノミストも固定資産税を取り戻せ、全国で相次ぐ徴収ミス、固定資産税の大問題などの特集を組んだ。また、週刊ダイヤモンドの2018年5月28日号は固定資産税適正化研究会会長、下崎博氏の寄稿。 固定資産税徴収のずさんな実態制度改正は喫緊の課題を掲載した。この機構には産業界の大手自動車メーカー、自動車部品メーカー、有名ホテル、商業施設、大手食品企業、製紙会社、科学会社、投資ファンド、病院なども固定資産税の加護の取り戻しに乗り出していること、突破印刷が建物鑑定と提携して、 固定資産税適正化サービスを開始したことなどが紹介されている。さらに、この機構では固定資産税の過去徴収が国民の制度に対する信頼を失わしめ、第二の年金問題となりかねない懸念。また、この問題が地方財政にもたらす甚大な影響。経団連が焼却資産税の廃止を求めているという問題も解説している。 地方税法第343条、固定資産税の納税義務者等、e 株法令検索、総務省行政管理局、2019年12月30日閲覧、2019年6月1日施行分第9項。インク、産経デジタル、固定資産税3年間ゼロへ、政府、中小限定で、設備投資促す、産経ニュース、 2019年11月18日閲覧。インク、産経デジタル、公約特集、自民早期の憲法改正目指す。産経ニュース。2019年11月18日閲覧。固定資産税に関する質問主意書、質問答弁経過情報平成27年5月26日に、施行された、き家等対策の推進に関する特別措置法により、 適切な管理が行われていない空き家で、防災、衛生、警官等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていると認められる場合には、本件特例の対象から外すこととなった。 http://www.mlit.go.jp:/juta-k-u-ken-ti-ku /house/juta-k-u-ken-ti-ku ハウス TK3000035HTML ありがとうございます。